味わかんない。お楽しみの自信満々だったんで。よーい、スタート。ちょっと早口にいきます。え、お名前え、お名前はやってきました、ケジュー。です。地獄の誕生日プレゼント企画。あー、誰か。今回はターボーさんということで。あ、3月18日ね。前回ね、俺のやってくれたじゃん、ターボー。だから次、今回ターボ僕参戦です。前回俺ビリだったからもうちょっと参戦です、はい、俺は2人だけじゃないでしょ。本当はもしタツキがいいんだけど、はい、タツキがちょっと休養で来れないということで。ああ、そうなの。うん、なるほど。別日に来ます、タツキは。設定金額は15,000円。はいはいはい、はい、15,000円。やべー、タツキ、タツキと恭平元気でござるかー。1,2,3健康体。友達やめますか。ターボがもうにやけににやけてますよ。目光ってるもん。だってもうここ3,4回連続ぐらいで僕はプレイヤー側でしたから。ついにターボさんの誕生日ということで。あれ、誕生日いつでしたっけ。僕は3月18日。じゃあ何を買ってきたんでしょうか。あ、じゃあ目隠しします僕は。まずは第一印象で順位を決めるファーストインプレッションのお時間です。はい、どうぞ。おお。だよね。おお、なるほどね。あ、この箱もなんかよくわかんない。そう、わかんない。え？第一印象、はい、決めました。はい。それでは2位の発表をお願いします。ドルルルルルルル。これです。おお。理由はないですね。パッと見に理由もくそもないから、ね。はい、1位お願いします。これです。おお。箱って嬉しいやん。何なんだろうって。これ結構あれですね、非常に動くやつですね。もうこれ以外ほぼ分かってないです、うん、さあ、それぞれ誰のアイテムなんでしょうか。2位のやつから。あー、僕でーす。大駅1位は。おお。え、じゃあタッツキか、これ。はい。なるほど。シナ、俺しかニコニコしないからね、この前。自信ありますか。ああ、なるほど。それでは、1分間のアピールタイムでございます。はい。よーい、スタート。はい、俺が買ってきたっていうか、持ってきたのこれです。言っちゃうと、ここ15,000円入ってます。はい、全部入ってます。いろいろ考えて、ターボーは今まで買ってきたもの、わけわかんないパンツだったり、わけわかんないって言うな。すんげえ、この人それぞれ個人を考えて買ってるんですよ、うん、これは俺、あるショッピングモールで予約しました。そこで使ってもらいます。で、ターボーが一番欲しいもの、この内容は絶対ここでは言いません。次の30秒後でお待ちします。ナイス。どうぞ。かつてないよ、これは。マジ緊張やば、俺これ下手くそなんだよな、俺も。よーい、スタート。はい、で、はい、これパーカーなんですけど、これ半袖になってるんですよ。なんで買ったかっていうと、ターボさん、夏でもやっぱ寒がりなんですよ。俺らってさ、一緒に住んでるからさ、冷房ガンガンじゃん。で、これね、半袖なんだけど、夏でも着れて、プラス、ロンティーの上から着てもいいのよ、これ。だから、温まれるし、普通に、夏でも着れるかなと思って買いました。はい。で、これ、ハットは、可愛いと思って普通に買いました。で、靴下よく、ターボさんなくすので、これ2つ買った後に、全部使い切りたいなと思って買いました。終了。夏に温まれる服はいらないスタート。まず1点目、カッパの短パンですね。黒にそワンポイントでハゲネルが入ってる。これが彼が好きなんですよ。で、もう1個これですよね。これ、じゃじゃん、あやふやのシャツです。おそう、おう、もう彼はあやふやが大好きです。なんで派手な色あれ英文か後ろもかっこいいよっていう、こういうシャツでございます。以上です。おー、みんな時間いね。おー、あれはどんな堅苦しい愛情ある。はい、ということで順位は今のところ変わってますか。ちょっと変わった。ちょっと。おお。まあまあ、アイテムを紹介しますと、ヤイキさんが見るな、お前は。バケットハット靴下、クエさんがシャツとパンツ、なんかよくわかんない、フード、フード。ということで、ここからは30秒間のアピール&ディスタイムでございます。人のものをバカにするか、自分の褒めちぎるかという、はい、ここが最終アピールです。さあ、大ちゃん。あ、よーい、さあ、はい、じゃあもう僕、もう褒めちゃがします。これ見て、半袖なの。これ夏でも本当着れるから。いや、マジでターボさっきオーバーサイズ着るじゃん。めちゃめちゃ。オーバーでこれ可愛いかなと思って、いろんなロンティーとかにも合わせられるし、何でもできるから、夏でも着れる半袖。頼むね。はい、ハット、これお前絶対これ似合うから、頼む。
これマジ似合うからほんとにで、これ靴下はもう普通に履いて立ち合うよやっぱ短ディスるねこれ30秒で頼んでしかねえよ岩井さんはいちょっとはいね、俺らさ一番付き合い長いでしょ一番付き合い長いのは正義の一番長いのいや、卓球部っていう部活このね、濃厚な時間これも含めては絶対俺が長いから間違いない君のこと分かってるからパンツこれ絶対好きだしうんシャツこれも黒で派手ない絶対好きだしうわ声の小ささが自信のなさが面接と同じですからこれは左の2名が撃沈していますがこっからがねお楽しみの自信満々だったんでよーいちょっと早口にいきます。40分1万5千円です。お名前お名前はお名前ミキちゃん。ちょっと上の上じゃ可愛すぎるから緊張しちゃうから中の上ぐらいのあのミキちゃん22歳新人の子。40分お楽しみください。以上です。なんとショッピングモールで電話したから。斬新だなこれ。これはもう僕の企業はもうすぐ採用です。よし。頭の回路が違いますよ。いや、気に行きまくって外してる。その9割方の埋もれる人間と、その 1% の上に上がれる人間の回路違う。就活マニュアルを読み漁って、不安な就活生と、ロボットみたいになるやつと、自信に満ち溢れた、俺らを取れと言っていくスタイルの人間。さあ、皆さん、これ、新卒勉強の動画です。勉強ですね。一言も発しなくなりました。さあ、ということで。1位から発表した方がいいんじゃないですかあ、なるほどわかりましたあ、それでは1位の発表でございますたつきさんですイエーイ就活戦争に終止符が打たれました迷わないでしょ、これもまあ、一応1位の理由言いますかはいいや、まずもう斬新なんですよなおかつもうね、心揺さぶられまくってんですよもうミキちゃんで頭がいっぱいそうそうそうそれプラスやっぱ、あと最初の不穏な感じだったよねおー何を渡してんの、この人ってちゃんと俺の需要に合ったものを渡す感じもね、やっぱ分かってますよねこれ今後の誕生日プレゼント大会に大きなね、旋風を送るものじゃないんだよあーこれすごいわさあ、ということではい3位ですねいやでも迷い中ですねただ叩かれたら叩かれたら最下位最下位全額自腹全額自腹だこれ何も出しちょっと見てもいいはい、決まりましたはいはいそれでは、肩を叩かれた方が全額自腹&心に大きな代償を負います3位の発表をお願いいたしますでー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 うわっさーで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 もう無理俺もうトーク力下手すぎてもうシットークっていうよりもちょっと品物がそうだねトークも悪いんだけど2位の理由からロフト好きやっぱ好きなんですよねやっぱこういう感じでこのゆったり着る感じやっぱちょうど俺これしか持ってなかったからまあてかハーパンの時代がそうですバケハが書いてあったけどあ、でも俺逆にバケハは俺なんかあんま惚れなくてだから俺服見る際もバケハ一切見なかったまあとこれちょっとそれ俺もねちょっとモコモコしてるなと思ったてかでかくないなんかまあだからそうねーああ頑張ろうやばいやばいいやちゃうのよいいんだよ次頑張りますああ何やそれ次の挑戦者はまあ僕といや待て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 ちょ今リボンに電話していい何電話していい次の対戦者は僕とノリと大輝よし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 よそうだよ次の2周目の僕からは企画を離れていきましょうこれやる頃いつになってるんだろう10月ということで皆さん
面白かったらチャンネル登録とかよろしくお願いします。お願いします。ということでね、皆さんも誕生日は祝ってみてはいかがでしょうかということで、はい、はい、本日をまとめますと、ターボさんはミキちゃんのことで頭がいっぱい。あー、もう正直もうどうでもいいですね。